松山大学の矢野真子です。よろしくお願いします。前から気になってたんですけど、なかなか来れてなくて、なので今回が初めてです。なんかドライフラワー飾ってあっておしゃれで、あとキャンドルがいっぱい置いてあるのですごく気になります。ハウスメイト松山城北店の中野です。あ、なんかちょっと入っただけで落ち着く感じなのと、お料理がこう自分であんまり作ったことないような変わったお料理が多いので、はい、自家製シロップが、はい、いろんな種類があるので、いろんな飲み方ができておすすめです。はい、いただきます。